キリュウさん、ご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、織田さんがついてますから。やっぱり、すんなり正面から返してはくれそうにないか。3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立花そうでした。それじゃ一丁ビシッと言えりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客に関わる。よし、それじゃそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。Cut!
大丈夫か。ええ、なんとか。それより先を急ぎましょう。出口はあっちだ。急ごう。
生き延びたのか。ここに長居は無用です。行きましょう。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。